今回は勉強の習慣化に関する雑学をまとめてみたよ。勉強を習慣にするためには、まずは確実にできる範囲から始めるべし。勉強を習慣化しやすい最初のステップは、1日5分だけ勉強をするなどの簡易的なステップ。勉強を習慣化するときは、最初は自分がすでに知っていること、確実にわかることを学ぶと良い。勉強を始める前に必ず最終的なゴールとそのゴールを達成したい理由を考えるべし。勉強習慣を継続しやすくなるように、自分が行った勉強量や内容を記録していくと良い。勉強をする際には、勉強以外の誘惑が全くない環境を整えることが大事。ということで、今回は勉強の習慣化に関する雑学をまとめてみたよ。面白かったと思ってくれた人は、いいね、チャンネル登録よろしくなのだ。では、またね。